こんにちは、ざわざわジャポンです。ドラマ GTO といえば反町隆史さん主演で、1998年に放送されたものを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。実はこの GTO、2012年と2014年にリメイク版が放送されており、リメイク版はエグザイルのアキラさんが主人公の鬼塚英吉役を務めました。今回はリメイク版の第2期、2014年の GTO で生徒役を演じたキャストの現在を当時の役柄とともに見ていきたいと思います。葛木隆一、菊池風磨。菊池風磨さんは学級委員長でクラスの行動をいさめる役目を担う葛木隆一を演じました。菊池風磨さんは GTO 当時セクシーゾーンに所属しており、現在も変わらずセクシーゾーンのメンバーとして活動しています。菊池風磨さんのお父さんはなんと嵐のデビュー曲嵐の作詞を手掛けたシンガーソングライターだそうです。四条あゆな、松岡真由。松岡真由さんは第2期のキーパーソン、学級委員長の四条あゆなを演じました。先ほどご紹介した菊池風磨さん演じる葛木隆一とは恋人同士でした。松岡真由さんは現在も女優として活動しています。ちなみに松岡真由さんは大のモーニング娘マニアで知られているほか、桃色クローバー Z の桃田加奈子さんや朝日奈央さんとは高校の同級生でした。宮地芽衣、三好彩香。三好彩香さんは四条あゆなの親友宮地芽衣を演じました。三好彩香さんは桜学院というアイドルグループで活動していましたが、2012年に卒業しました。その後は女優、モデルとして活動しています。芹沢光平、流星涼。流星涼さんはバスケ部のエースでクラスの中心的存在芹沢光平を演じました。流星涼さんは GTO 出演前には充電戦隊恐竜ジャーで主演の恐竜レッドを演じていましたので、その印象が強い人も多かったかもしれませんね。最近では NHK 朝ドラちむどんどんなどにも出演し話題になりました。成瀬つぐみ、小芝風花。小芝風花さんは友達思いで誰とでも仲良くなれる心優しい性格で、演劇部所属の成瀬つぐみを演じました。小芝風花さんは現在は主演級の女優としてブレイクしています。ここ数年はバラエティ番組への出演も増えており、ぐるナイのゴチになりますなどにもレギュラー出演しています。桐谷勝、片寄涼太。苛烈な性格をしており単独行動を好む桐谷勝を演じたのは片寄涼太さんです。片寄涼太さんは俳優のほかジェネレーションズのメンバーとしても活動しています。2023年1月1日に土屋太鳳さんとの結婚を発表し、世間に衝撃を与えました。柊木さな、岡本夏美。4人姉妹の長女で家計を助けるために揚げ物屋でアルバイトをする柊木さなを演じたのは岡本夏美さんです。岡本夏美さんは GTO がテレビドラマ2本目の出演作品でした。現在も女優として活動しています。徳山博直、堀井新太。明るくひょうきんだが裏表が激しく相手によって態度が変わるという性格のキャラ徳山博直を演じたのは堀井新太さんです。現在も俳優として活動していますが、2015年に NHK 連続テレビ小説マッサン、大河ドラマ花もゆなどに出演し知名度を上げました。湯沢亮斗、新井敦。バスケの実力者でバスケ部のナンバー2、湯沢亮斗を演じたのは新井敦さんです。2017年に500人近い候補者の中から水戸黄門の賀来さんに抜擢されて以来、数多くの時代劇にも出演しています。新井敦さんも先ほどの堀井新太さんと同じく俳優集団 D ボーイズのメンバーでしたが、2023年3月31日に渡辺エンターテインメントとの契約を終了し、 D ボーイズも卒業しました。百合原さつき、木崎ゆりや。木崎ゆりやさんは美貌と社交的な性格から学校のアイドル的存在百合原さつきを演じました。木崎ゆりやさんは SKE48 のメンバーでしたが、2017年に卒業し、現在は女優、タレントとして活動しています。宇佐美太一、佐野レオ。周囲血管多動性障害を抱えている役の宇佐美太一を演じたのは佐野レオさんです。佐野レオさんは俳優のほかジェネレーションズのメンバーとしても活動しています。
前回のシリーズもですが、やはり主演がエグザイルのアキラさんなので LDH 所属のメンバーが多く出ていますね。前畑優亜、久松郁美。ドラマ放送当時はあまり目立つ役ではありませんでしたが、久松郁美さんは女優グラビアアイドルとして活動していました。しかし2021年に会社経営の一般男性と結婚していたことを報告しました。また目覚ましテレビで今時ガールをやっていたこともあります。くすみかなこ、伊藤沙莉。伊藤沙莉さんは好きな角度が45度というよくわからない設定の役を演じました。伊藤沙莉さんは GTO 出演前から子役時代から活動しており、現在も引き続き女優活動をしています。当チャンネルでご紹介した話題のドラマ女王の教室にも出演していました。平野楓、高田花穂。高田花穂さんは現在はタレントとして活動しており、王様のブランチのリポーターも務めていました。また女優としての活動も行っており、2017年に放送された仮面ライダービルドで演じたミータンは特撮好きの間で話題になりました。古谷佳恵子、松井愛理。松井愛理さんはバスケ部のマネージャー古谷佳恵子を演じました。松井愛理さんも先ほど紹介した三好彩香さんと同じくアイドルグループ桜学院のメンバーで、三好彩香さんとのコンビで三尾松と呼ばれていました。2012年に卒業し、その後は女優モデルとして活動しています。ゼクシーの CM でも話題になりましたよね。国分司、西川俊介。西川俊介さんが演じる国分司はバスケ部所属で口数が少ない役でした。西川俊介さんはこの GTO が俳優デビュー作品となっていますが、翌年手裏剣戦隊ニンニンジャーで主演の赤ニンジャーを務めました。アベマ TV の恋愛リアリティショー恋愛ドラマな恋がしたいでは、元 AKB48 の西野美希さんに告白し見事カップルとなりましたが、西野美希さんは極楽とんぼの山本圭一さんと結婚しました。住吉のぞみ、水木。水木さんは演劇部所属の生徒役を演じました。水木さんは桃色クローバー Z の妹グループ私立恵比寿中学のメンバーでしたが、現在は卒業し舞台を中心に女優として活動しています。以上、主要キャストをご紹介しました。またその他の生徒は名前と現在の状況のみ紹介させていただきます。畑野真理子、松浦雅。2021年3月をもって芸能界を引退しました。引退後は地元に戻りトリマーに転職しました。大場拓也、岡本カウアン。元ジャニーズジュニアでガーシーさんとコラボした際にジャニー氏から性被害を受けていたと暴露しました。社本孝明、町山博彦。現在は芸能界を引退し会社を立ち上げたりしています。水田智美、宮武美代。女優の桜庭菜々美さんも所属していた5人グループバンピーのメンバーとしても活動していましたが、現在は芸能界を引退したものと思われます。沼尻圭、武井明。現在の活動は不明のため芸能界を引退したものと思われます。橋本栄太、池田栄吉。現在も俳優として活動しています。森野誠、新里浩太。現在も俳優タレントとして活動しています。また生徒役ではありませんが、 GTO の原作漫画家藤沢徹さんの奥さんの藤沢彩乃さんが先生役として出演していました。面白いですね。いかがでしたか？今回は生徒役のみを紹介させていただきましたが、先生役やゲストなどその他のキャストにも多くの有名な俳優女優さんが出演していました。気になる方はぜひ見返してみてくださいね。この動画のご感想をコメント欄にてお待ちしております。またチャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。